どうも、今日はですね、待望のゲスト、高田純次さんです。トリースあ、これは何？ YouTube です。あ、いや、僕は全然わかんないから。あ、そうですよ。 YouTube もあと、SSK、ね、SSK じゃない、なんて言うか、なんか、ほとんどやってない。 LINE って。あ、やってないですか？全然やってない。これ、いや、画面はどっか映るわけ？そうです。なんだ、言ってくれるよ、全裸で来たのに。これ大丈夫なんですよ、下ネタとか。全然大丈夫です。あ、大丈夫なんだ。高田さんのことを聞きたいっていうね、うん、あのリクエスト来て、僕は高田さんのことをいろいろ話したんですよ、うん、100万回超えたんですよ。奇特な人が多いもんだね本当に数少ないんです、今までやった中でも。100万超えるって。それは今回それを50万回にしようってこと？違う違うの？冴えてますね相変わらずお茶飲んできたからということで、出た。アロハ。そう、血をいっぱい来てるんですよ。そんなある？ね、習うより舐めろという名言がありますけども、うん、他に人生の格言などありましたら、うん、大体でいいので教えてください。人生の格言、はい、そんなねえな。平和元から騒ぎ出すってのあるけど臭いって言い始めたからそいつがやってるってことだよね。ああ、自分のこれからや家族のことで思い詰めたことがありますかっていう。ああ、家族はね、女房も土地食っちゃったからな、ええ、もうそれだけは思い詰めてるよねあと高田さんは、うん、あの初デートの時に奥さんが赤いニット着てきたんですよね。いや、それ言うとなんだけど女房が初デートの時に、そうね、95、60、90、1枚でもだった。本気だった。はい、それさ、ノーブラでニットのワンピースだよ。赤でしょ。あ、赤、ちょっと赤っぽい感じの、ね、やつだけど、それはね、ルール違反だよねお前がそれで来るんだったら俺ふんどしで言ってたよでも好きになっちゃったんですよ、それで好きになっちゃったあとね、このメンタルが弱い人にアドバイスや気が楽になるお言葉があればぜひよろしくお願いします。あ、俺自身すごいメンタル弱いからね。そうですか。メンタル弱いですよ。いつもしょっちゅう泣いてますから、家で。だから俺に聞くこと自体ね、弱いけど、そういうやつにはね、ダンディハウスに行った方がいいなダンディになって帰ってきた。そうですか、うん、あと、あのハイテンションでぐるぐる回るダンスはどうやって誕生したんですか？あれどうやってやっ、あれね、その頃なんか原宿で踊る人たちがいたの、な、竹のこと、はいはいはい、それロケ行った時に、なんか高田さんがちょっと回ってくださいよって今までメンマしてたのよ目を、うん、今でも今たまに目回すのよ。あ、ぐる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 ってすごいんですよね。今近いてるからそれできるかどうかわからない。このカメラ、はいはい、ちょっとやってみますねこれがね、めっちゃ疲れるんですよ。で、目回すのもその前にやってて、何しようかな、じゃあ回りゃいいかと思って回った。あ、そうですか、うん、はあ、それもあったんで、たまにはじゃあ、それやるようにしてるんだけど。いや、面白い。あと、緊張した時にリラックスできるコツはありますか？そうだね、このね、中指をね、根元を持つっていう、中指はこれか、はい、ね、根元を持つとね、緊張しないらしいですよ。あ、そうですか。うん、羽田寛平さんがさ、僕がさ、寝て起きる時にね、この足がつるんですよ。いつも起きてたんだけど、羽田寛平さんが、純ちゃん、純ちゃん、自分のね、聞いたもの根元をギュッと押さえるんだよって言ったんだけどね、ギュッと押さえるのも、自分でやるとさ、ある程度緩むじゃない。はい。だからね、それじゃないなってことで、あれ、何の話だったっけリラックス。いや、リラックス。この根元をね、ごめんごめん、根元を押さえると、緊張しなくなる。そういうのがあるんですね、うん、あと人っていう字書いてはでもってあんなの嘘嘘。 あれはでもあれはプラシボ効果でしょ。そうそう、要するにもう大丈夫、そういう自分が自分、このね、間違えて小指とか他のに握ってもダメよ。中指の根元だけこうね、あ、いい、グッと押さえて1分ほど押さえてると緊張が解けるんですよ。ほんで1分で解けない人は10分、はい、10分でダメだったら1時間止まっちゃう緊張が解けるまで中指を押さえてるそうすると意識が、そういう風にすれば緊張が取れるんだなっていう方向に持っていくわけ。なるほど。あとね、うん、この人適当だなって思った有名人いますかって、逆に。まあ柳沢慎吾君なんかも適当だなと思うけどね。慎吾ちゃんは面白いわ、うん、ね、俺関根君はね、適当のように見えて真面目だからな。あ、僕は真面目ですよ、ね、ポイントを押さえるからね、はい、小堺君と俺そんなにお話したことないんだけど、どう？小堺君も真面目ですよ。あ、そうなんだ、うん、なんか俺が不真面目みたいな言い方だけどいや、高田さんは真面目だけど、この言論が面白い。あ、そう、そう言われると嬉しいな、はい、俺より
適当な人あだ分かんないですよね、まあ、信号会社とかね、うん、まあほら本当に適当な人はほらそうだ、ね、もう消えちゃってるから、あそうかそうだ、ね、俺の、ままね、あの原口くんって人が来てくれるんですよ、はいね、でもうまいし、はい、だから原口くんと会った時に俺言ったのよ、はい、原口さん俺の真似するのいいんだけど俺より面白いことしないでくれ原口くんうまいよねうまいし話も面白い、そうなんですよ、似てて面白いから弱ってる俺もね、言ったのよ俺も達してないから俺本人面白くないのに原口くんのが面白いなって言うな、でもそれいいじゃないですか、イコール高田さんが面白いと思われるから、そう思われるから、だからいくらでも使ってくれって言って、でもただ流行がちょっとずれて今他のことやり始めてるね、もう俺の時代じゃないなってあとこれ高田さんにつけてもらいたい、うん、近々独立して保険会社を立ち上げようと思うのですが、うん、なかなか良い会社名が追いつけません、高田さんの事務所テイクワンのようにかっこいい名前がいいのですが、うん、何か良い名前はないでしょうか、あよしじゃあねテイクツーにしてやるテイクツーだとあれですよ、なんかお笑いがいるか、お笑いがいますよ、テイクスリーは、あテイクスリーいいですね、名前サンという字もなかなかかっこいいですよね、サンテイクスリーでね、いいじゃないですか、 あとはあれだな、カタカナで保険会社そのままはっきりあいいですね、保険会社っていう社名だ、あいいですね、あれと同じですよ、無印良品みたいな、はいはいはい、あれは無印良品って別に無印のいい品を集めてるわけじゃないから、はい、無印良品っていう名前だから、そうなんですよね、あれうまいですよね、うまいでしょ、あれはうまかったで、だからそれと同じで、あの保険会社って言えば誰だってさ、有料保険会社って名前つけちゃダメだった、いいんじゃないですか、いやダメでしょ、有料ってつけちゃダメなの、有料ってつけちゃいけないんじゃないの、あ、まあ、その辺は俺分かんないけど、ああ、まあ、だからその辺調べて、調べて OK なら有料、有料保険会社っていうかそれ一つの会社の社名、不良ってつけちゃってまずいから、ね、そうですね、人間のねこれはもう OK ならそれですよ、ね、今までの芸能生活で嫌だった仕事や過酷だった仕事を教えてください、まあ一応全てが勉強だとはね、うん、口では言ってるけど心ではどう思ってるんだか分かんないんだけども、いろいろきついのやってきましたよ、あの体に全身あのタキシードのペインティングして、まあ、本当はここは出しちゃいけないからって言うんで、ここも細い黒いので、もう嫌というほど股の間に地元を突っ込んで、ピチピチにして、タキシード全裸の上に、それでアタッシュケース持って原宿歩いたのが一番近かった、2月寒い時タキシードの絵は描いてるけどでも全裸だよ、そんでその次にあれはなんだ、あの番組なんだったっけな、何の番組ですかそれ、なんかスペシャルだよな、テレビ朝日に行くのにゴルフバッグの中に入って、はい、宅急便で送られるっていうのをやってくるっていうかじゃあでっかいの作んなきゃいけないんだ、ある程度中に入るから、うん、それで、いいですよって作りますからやって、あ作ったんだ、そうしたら人が入って入るやつは送れないってああそれがあの事務所に来たそのちょうどロケの日に、はい、でじゃあロケじゃしょうがないし中止するししかないですねって、それがねなかなか中止できなくて、実は高田さんね今ねあの池魚料理 あのトラック持ってきてるっつうの、はい、で池魚の大きな壁みたいな、はい、あるでしょトラックの、はい、で高田さんその中に入って出勤したらどうでしょうって、バカ野郎冬なんだよそれ水の中入るってことですか、水の中ずっと来てあのその中入って新宿とか渋谷回るんでいや勘弁してくれそれ、いやでももうどうしようもないから今日はやりますよと、でなあウェットスーツ着たんですか、違うよ普通のスーツですか、普通ので水槽に入ったんですか、そうそう、だから普通はさあの水槽の温度温めといてくれるよいくらか、あ普通はね、それが温めないであの水槽の蓋が開いてて新宿あたりに来るとじゃあ高田さん戻ってくれ潜ってくれ入って潜って窓窓から手振るんだけど誰も気がつかない別に池魚料理のトラックが撮っただけで音も出さないしテレビ六本木なんから新宿で潜って池袋潜ったからほんで六本木も潜っていったんだけど誰も気をつけて、まあ水の中潜るの俺10分ぐらいしか潜ってらんないんだよそりゃそうですよ寒いもん寒いでしょでずっと潜ってると息できないから死んじゃうんだけどまあ寒かった寒かったそれはしょうがない、そのゴルフバッグ入るやつがダメになって、はい、まあ相手も大体分かってたんだろうな、あ当日に来るっていうのは、もうそれをやってもらうしかないっていうところまで追い込んできたから、そうか、それきつかったな、やってますね、やっ
ってるよね。あ、それから自動車が燃えてるんだけど、その中で人を助けるって感じで、その自動車の中に高田さん飛び込んでもらえますかむちゃくちゃですね、うん、まあそれはやらなかったね。そりゃそうですよ当時ひどいですね。いや、今だからね、下ネタに関しては当時は比較的緩かった。あ、そうですね、まだ緩かったです。今はもうパワハラとかセクハラとかさ、はい、いろんな言葉もそうだし、ええ、あるからお尻一つも出せないね。ああ今だってね、コントする番組で、うん、あるコンビがね、うん、あの遠足のコントで、うん、先生バナナはお尻に入りますか、要するにおやつに入りますかって、はい、バナナをお尻に入りますかって、それはお前自分の努力次第だよってそしたらディレクターが来て、ちょっとゴールデンなんでそこカットしてくださいそりゃそうだよ、ね、今厳しいです。厳しい、あれね、今厳しい。20年前だったら OK ですよ。ああ OK かもね。はいはい、そうだね、ええ、だから俺も表紙作るのに、高田さんバナナ花を1年ケツの穴に入れてくださいって俺トゲは取ってくださいよってトゲ生えやったらもう化粧穴入れられた日にはたまったもんじゃないじゃないですか、あれ逆だから忍び返しになってる。そうですよね、もう大変ですよ、切れちゃいますから。でもしょうがないから、それ綺麗に剃ってくれて、ちょっとだけ2センチぐらい入れてさで、それは写真撮影で、写真撮影で、写真撮影だったら OK なんですよ。でもやっぱり動くやつだときついダメですね、映像はダメです。ダメだよね、今名古屋で仕事してるんですよ、27年やってるの。これもまたすごい視聴率でな、ええ、まあ、俺たちだけじゃなく、ええ、あのローカルスターが5人ぐらいいるから、はいはい、で最初その仕事を取ったのはあの生放送で下着の紹介だ、ええ、高田さんはあのこのティーバッグ入って、はい、あの下着の紹介、ああいいですよ。でもそのままカメラがずっと来たらそのままじゃつまんないなと思ってな、ええ、そのカメラが来るちょっと3分ぐらい前から全一応全部全裸になってつけるところで待っててその時に後ろから来てもお稲荷さんが見えちゃいけないんで、ね、はい、グーッと閉まって、ええ、うーって来てカメラさんが言ったら入れないって言ったらカメラがおそれでああ面白かったってことでレギュラー取った。おすごい本当に27年続いてんだから。そう、20何年前だから OK だったんですよ、okay、今それやったら高田さんも来ないでくださいもう10年間仕事ないよなんでもかんでも下ネタが入れればいいってもんでもないんだけど、そうなんですよね、うん、テンションの問題でとかついついなんとなくね、はい、外国の人も日本語を覚えるときは必ずもういやらしい言葉から覚える、どこの国も。そうですよ、ね、日本の子供たちもね、スラングからね、でみんな笑うからそんで覚えちゃうんだよね、うん、サッカー選手があの海外行った時には、うん、やっぱりこっちで言うそのおちんちんみたいな、そうだよね、その向こうの言葉で、うん、わーって言うんですって、みんなに。そうするとみんなギャーって笑って、うん、お前面白いって言ってなるんだよ、ね、そうであの輪になる。世界共通、共通なんですよ。共通だから真面目なさ、哲学なんか話したら誰も聞いてこないあ、大リーガーの人って聞いたんだけど全部剃ってんだってね。あれもそうです。サッカー選手も、あ、サッカー選手もそう。そうです、なんか痛かったりちぎれたりするから、はい、全部剃ってるらしい、はい、だから俺の、知り合いの先生も、ね、今純ちゃん新しくはめたから全部脱毛する、ええ、なんか安くするよって、ええ、でいや この年でそんななんて恥ずかしいし、風呂行った時ね、ええ、そんな風呂行くのかって言ったら、いやほらゴルフの帰りとか指じゃない、はいはい、でその方がね、じんちゃん実を言うとね、毛がなくなっちゃうから自分の方が大きくやるそしてじゃあやろうとしたんですよ、うん、いやいなかったんだけどいやだいたいこのゴルフ場なんか行くと、あ、そうですよね、お風呂入るでしょ、はい、あとその毛のことはとにかく、あ、まあ、一般の人と一緒じゃないですか、はい、で、まあ、俺が入ってくるとこう顔見るじゃない、はい、顔見たら必ず下見るのよ。ああ、そうですよ。それはだ、あ、高田純一さんどうなもんだろう。でもね、だからそういうのがほとんどだから、入る前に3回ほどこすってから入るそうすると口コミでさ、高田のもいる人よくだらんそうするとさ、あんまりほらビンビンに立てちゃうと、ああそう、お風呂の中で全裸だからみんな怖がっちゃうじゃんこれさ、それはいけないね。それはダメですよ。それはね、紳士としてはいけないね。そう紳士としては見こすりぐらいが、はい、いくて、ちょっとってもらう、おー、なんて感じでさ、脅かしといて。で僕はいろいろ高田さんのことを話したんですけども、うん、ここでまあいろいろそれいろいろ検証したいんですけどね。嬉しいですね。ね、うん、これちょっと聞きたかったんですけども、うん、タモリさんがロケしてたんですって。はいはい。タモリさんに聞いたんですよ。うん、で、バスの一番後ろに座ってたら、うん、高田さんがプライベートで歩いてきて、うん、それでタモさんタモさんって言って話したらしいんですよ、うん、はいはい、でその内容があんまりにも軽薄なんで、
年が一つしか違わないですよね、タモリさんと高田さん。二つか三つ違う。うん、心配になったんだって。同じ年代であんな軽薄でいいのか。タモリさんがびっくりしてましたよ。俺ね、心配しちゃったんだよ、高田純次さん。あんまりにも内容がないことを話してくるからっつって。俺もね、どのくらい重いかどのくらい軽いかが分かんないんだよ。タモリさんという大御所だから、何でもかんでもほらね、受けなくちゃいけないから喋んなくちゃいけないって気持ちはどっかあったかも。あ、そうですね、タモリさんに受ければ受けるだろうみたいなさ、そういうのはあったかも分かんない。僕ね、面白かったのはあれですよ、さんまさんがやってた東西お笑い名人会でゴルフやってましたよね、一緒に。はいはいはい。携帯電話誰かお忘れになりましたって言って、でパーティー会場にゴルフ場の人が持ってきたわけですよ、誰か、お忘れになった方いますかって言ったら、高田さんが、お、俺と同じ機種だから俺が調べてやればって言って、開けてピッ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 、俺のだって言ったんですよ。あれ、まず見て色と形同じで自分のかなって思わなかったんですか。俺はもうね、昨日のことも忘れてるからな。同じ機種使ってる人いっぱいいるからね。あ、いっぱい。俺は全部が俺のもんじゃないじゃない。でもまず俺かなって思わないですか。いや、それは思わない、別にね。そうか、自分はしっかりしてるかも。しっかりしたからなくすっていうことはないから。ないから。ただこの間、新幹線で忘れちゃったで、この間ってもう、ごめん、4年か5年経つから、やっぱどうしようかと思ったら、結局ね、大阪まで行っちゃって、大阪のなんかその交通なんとか、あるって、取りに行ってもらって、よかったんだけど、当時はパカッてやつ、そう、これは意外と取るやついないんだな。あ、そうですか。だから大丈夫だった。だこう今のやつだったらもう当時なくなってる。だからそういう意味ではよかったってことを言いたいんだけど、話としてはつまんないから切っていいや。あと高田さん、あの小坂井君と回ってる時、いやいやいや、もうさ、最近忘れ物がひどくてさ、この間さ、母ちゃんのおっぱい揉んでてさ、おい、今何してんのかなってさ、分かんなくなっちゃったんだよって。だからそれはね、なんで揉むんだろうってこう哲学的に考えてる。でもいいこと言って、あの子供の質問で、あの高田さん、おっぱいの中には何が詰まってんですかと。おっぱいの中には希望が詰まってる。いい答えでしょ。あ、いいですね。でも揉んじゃダメだよ、欲望に変わるから。こういう、うまい、うまい。俺はこれはうまいと思ってた。素晴らしいですね。で、今までほら、俺なんかもなんか誰に洗脳されたか分かんないけど、おっぱいって知ってたのよ。今はもう吸ったりするんで、誰でもやってるからつまんないから吹くようになりました。おっぱい吹いてるんですか今。吹いて、寒いって言われるけど。なんで吸うんだかね。やっぱちっちゃい頃、ちっちゃい頃飲んでるからね。そうだね。そうです、そうです。これ皆さん本当におっぱい拭くようにしてくださいよ。かえって、あ、変わったタイプね。そういう風な、大切なものも、あの一元も先入れといてから抜くっていうのはどうだろう。あと高田さん、ひどいのが、自分がちょっと不安だったポルノ女優が電車に乗ってたら、自分の目的地よりも過ぎて、その女の子をずっと追ってって、降りても追いかけてって、実家のなんかあの飲み屋さんまで行っちゃったっていう。それは俺じゃないんだ、高田文雄じゃないかな。そうなの、あまりにも綺麗だから。スナックからね。そうです、スナックね。親父もそういう目的で来るの分かるから、もう高田さんタイプだっつって、その親父と一緒に他のスナック行って、結局その女の子とほとんど話せなかった。いつ解放してくれんだ。これもあの高田さんのね、あの、びっくりしたのがね、あのロケしてて、何このお店は何があるなの、これが一押しなの、あ、本当、じゃあカレーもらおうかなって言って、3分ぐらい食べててから、これカレーあれ笑いましたよ。僕と関根さんとめぐみくんと3人でやった。バタチン来ました、見ました、話してくださいって。3人のあれは面白かったね。あれはひどかったですね。ひどかった。3人っていう人数がいいね。あ、いいですね、すごい。でね、まあ、めぐみくんみたいに止め役もちょっといるし、はいはいはい、そうそうそう、いろいろね、そうそう、あのまとめる人もいたり、はい、まあ、その時時々で違うけど、だから3人っていうのは旅行なんかでもさ、どんなにあの意見が割れても2対 1か3か、っていう風になるじゃん、はいはい、だから3人の方がいいのよ。そうですね、どっちかに行けるからね、はいはいはい、笑いのロケも3人が本当はいいんだよね。いやね、もう高田さんはひどかったですよ、ブラジン。あれね、最初はね、もうガチンコでね、もう本当にあの一般の人をね、呼んで、あのたまたまエッチな話したらその子たちが乗ってきたんで、いい会が取れたんですよ。
それを何回かやったんだけど、それはその人たちがたまたまエッチな話がうまかっただけで、うん、一般の子は乗らないんですよね。それでちょっとエッチな子仕込もうって言って、うん、仕込んでたんですよ、あのビーナスフォートに、はいはい、あのディレクターがあそこの噴水の前にあの子ですからお願いしますって言ったら、本当って高田さんブーって言ったら、好みじゃないからスルーして高田さん好みじゃないからちょっと他の子行こうよだからねひどいロケってその場その場で臨機応変にしないといけないなというのがあるから、だけどあんなスケベな話ねできないって他のロケで、だから今はね、今はできないじゃない、まあ、当時はもう俺なんかも前出してたんだけどあんまりちっちゃいんで分かんないな。だからあの関根さんとめぐみ君のやった3人が一番面白い。その後大竹まことと渡辺雅之ってやったんだけど、やつら2人はさ、もうじ可愛い女性のゲストだと気取っちゃって気取っちゃって何もやんでんだよ。あ、そうなんですか。やつら、ええ、なんかモテようと考えてるのか何してるのか、ええ、全然しょうがないから俺が雪の中突っ込んだり全裸でいろいろしたりとかしなくて、やとぼけやがってさ、ええ、いい子ちゃんなりやもん。あら、俺人の悪口ってのはあんまり好きなんだけど、鍋もただ8時に来るっていうのは大体8時半なんだよ。ああ、ね、親分的な気持ちかもわかんないけど、30分遅れてくるから30分前に家と集合時間を、はいはい、それがみんな仲良くなる一番丸くなる話だったんだけど、それでもずっとやっぱ30分遅れてきた。あら、うん、いい根性はいい根性してる、ね、後輩なのにね。後輩ですよ鍋ちゃんは。いやいやいや、もう鍋なんか80分ぐらいなんだよ。いやいや鍋ちゃんのが後輩ですよ。でも仕事的には鍋ちゃんの方が先輩。先にね。だから関根さんだって仕事的には先輩だ、はいはい、そういう意味だから。だから普通だったら関根様とかね勤様とかそういう話しちゃいけないんだけど、だからそういう意味ではこういう社会ってどっちかが早く仕事するかしないか。そうですね。 それとどっちが早くスターになってるか、そうだね、そう売れてるかによりますよ。あ、関根さんはどこでスターになった？いや全然なってないです。うざ。今関根さんからね、もう飛ぶ鳥落として食っちゃうよ。あとね、高田さんくだらなかったのね、あの男3人ブラチン旅でね、うん、どっかのね漁港行ったんですよ、うん、そしたら漁港のおばさんがね、50過ぎのおばさんが、うん、聞いてたんですよプレイヤーで、うん、それで3人で当てようって言って、うん、何を聞いてたか、うん、そう、それで、うん、山本ジョージだとか、うん、みんな演歌行ったんですよ、はいはい、じゃあ正解は何でしょうって言ったら、その人がボンジョビですって言ったら高田さんがボンジョビ、もうジョビ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 おしっこ漏れちゃうって言ったんですよそれはだってその次のあー返しが良かったじゃない。良かったです。良かったでしょ。そう、いやでもあのボンジョビは驚きましたよね。いや、ボンジョビはやられたやられましたね。あれその人がやっぱちょっと飛んでた。飛んでましたね、うん、もうその人はもうねグレード3のね答えだ。そう、もうね北島三郎さんとか五木さん聞いてる感じだったんですよね雰囲気がね。そう、あれはねもうびっくりした。ボンジョビってそのロゴを持ってきたのよ。また思った。そう、本当に聞いてたからね。そうね、人間ってあとね打ち上げでね、うん、高田さんが、まあ、銀座の裏通りから表通りにこう 夜中の2時ぐらいですよ、はいはい、じゃあねって言って解散してこいって、うん、めぐちゃんは、うん、まあ、めぐちゃんは飲んでるんだけど、うん、マネージャーが飲んでないから、はい、車で OK 来て、うん、高田さん乗ってってくださいよって言うから、うん、いいよ、でもすぐさもう大通りでタクシー拾うからって言ったら、うん、そしたらめぐちゃんが高田さんじゃあその大通りまで、うん、乗ってってくださいよって言ったら、うん、いいよ、俺そこの角でさ北方健三とさ待ち合わせしてるから、うん、そういうこと言わないとうまく言えあれじゃない、別れられないじゃん。あ、そしたらもうめぐちゃんがねもう感動してた。もう100点の答えだった。そうなんだ。じゃあ今だったら作家誰にした方がいいかな。誰がいいですか。伊集院静香。あ、伊集院静香だと伊集院もう一人なんとかで間違えられそうだ。そうだ。そうそう、伊集院君がいるか。いるいる、意外とカードのやつがいいね。縛りお皿にしようか。生きてます。いいんだよ。生きてますから。いいんだ、生きてる。生きてようが生きてなさそうが。ね、藤原周平でも何でもいいの。しばりおたろいいですね。いいでしょ。いいですね。しばりおたろを読んでると何となく知的あれが高いでしょ。そう今しばりおたろ待たせてる。そういうのはさっと出てきますね、高田さん。いや、回転が早い。そうだね。だって首なんかも360度今回転する。で釘付けで僕は2回ぐらい行ったんですよ。あの大阪の上沼恵美子さんと、はいはい、釘付けね。ね。うん、で高田さんが今横にいるわけですよ。うん、もうねあの上沼さんが
呆れてるもんね。あれはね、やめなさいって最後怒ってたもん。ゲストね、例えば関根さんのような、まあ比較的大物クラス、中物クラス、小物クラス、どこでもいいんだけど安心するのよ。ああ、要するに、あ、いくら振っても OK だ、だから僕なんかも関根さんに振れば安心するから、だからそれがまたね面白く転がっていくのよ。それでね、もう高田さんがバンバンやるじゃない。で僕がさ、ゲラゲラ笑ってたらさ、こっちの関西の若手がさ、関根さん高田さんに甘すぎますよ怒られちゃった。俺言ってたね。いや、だって面白いんだもんつってあれはだからゲストの人によってかなりほら、その髪の毛もね、いろんなあれが雰囲気が違うから、うわ、すぐ見るんだろうね、この人はいいな、どうなるか、あ、好みがあるか、ね、言いやすい人だなとか、うん、そう、だから関根さんとか、関根さんとか関根さんが来るごめんな、他出てこなかったからYouTube にもまだ残ってるんですけども、清川虹子さんのあの、あ、指輪を口に入れたってやつ、あ、ちょうど僕はノイロゼの時だねわけがわからない時、あれは最高でしたね。元気が出てるでしょ、ほんでとにかくね、僕とね、兵頭由紀っていうのがね、あ、いましたね。全然ギャラがなかったんですよ。え、ないんですか。ギャラ、まあ、ないって言ってゼロってわけじゃないけど、少なかったんです。その頃だって北野武さんとか松方弘樹さんとか野口五郎さん、はい、もう全部有名な人ばっかりして、はいはい、その人たちが全部ギャラ持ってっちゃってる、はいはい、どこで馬の骨か分かんない俺と兵頭由紀だけはい、はい、もうほとんどない。だから、なあの3年間やって、プロデューサーの方に、はい、ちょっと苦しいから、ええ、ギャラ上げてくれっていうふうに言ったら、ええ、じゃああれは月曜日撮ってるんで、ええ、じゃあもう一本そのままの流れで、あの日テレの中で、11PM ってあって、はい、じゃあそっちに出させてあげるよってことになった。あ、そうなんですか。そうなの。だからあれだけだったらもう本当どうも食べていかれないから、だから必死になってもロケばっかし入れてもらった。だからちょっとノイルズ気味だったんですけど、ちょっともう完全にね、ノイルズでわけがわかんない清川虹子さんという大先輩のね、そうそう、マーロンブランドとキスしたことがあるとかいうね、ねえ、こと言う面白い、そう、おばちゃんにね、うん、で、あの指輪をね、あれアドリブですか。だから俺も最初ね、チラッと聞いたのもすごい高価な指輪だけど、口の中に入れちゃっていいからって、ディレクターも言うんです、好き放題にやってくれ、はいはい、でもさ、人のつけた指輪口なんか汚いじゃない、はい、やだなと思ってさ、はい、あ、じゃあそのまま黙って持って帰っていいんですかって、それはダメですって言ってでしょうがないから、じゃあ入れて出すだけじゃない、だからなんかいろいろしましょうってんで、はい、ガムであれしようと、はい、もうだからもうあの入れてやったんだけど、もうその後気分悪いからもう口の中をゆすぎました。あ、そうですか、うん、でその前に、虫眼鏡のでかいやつでそうそう唇をやった。清川さんの唇がこんなの、あれも最高、あれが良かったと言われた。ああ、すごい、それがあって次のステップに行ったから、ほんで清川さんもね、真面目にほら叩いてくれたから、はいはい、あれでも本当ちょっと怒ってたでしょ。そうそうなのよ、3回ぐらい引っ張られて、だからそれはあったから、まあなんとなく全体的に見れるから良かったって、あれでも清川さんその後怒ってました。いや、俺それがね、よく記憶ないんだけど、もうないんですね、もうもう、どっちかっていうと軽い今認知症だからそのね、終わった後の記憶がないんだよ。あ、そうですか。だから俺今まで、まあ、あの生意気にあのドラマなんかもちょっと出るときあるんで、はいはい、ごめんなさい、聞こえなかったでしょ、ドラマなんかも出るときあるんで聞こえた聞こえましたよで、和田明さん、あきこさんとやったときに軽く殴ってって、夫婦役で、そのシーンがあって、じいちゃんやっぱこするだけはすまないから、まあ、まともに入るかもしれないから、ああいいですよ言ったって、本当にまともに入って血が出てきちゃって、でもそのまま続けた。あら、これはなかなか偉いなと思って。偉いですよ。普通血が出てきてオロオロしちゃうじゃない、で和田明さん笑ってたんだけどでも続けたという。はあ、で俺根性あるな。それやっぱり清川さん叩かれても大丈夫だった。いや、それがかなり訓練があるからね。訓練がね。あるからね。ええ、だからあの原稿で顔面パンチでもよかったんだけど、ええ、それだとちょっと見た人がきついかなと思う。高田ガツンってそのね。そう、あれは最高でしたね。いや、だからね、そう、伝説のもう回でしたよね。同日で、3本どけたんですよ。あれ？元気が出るテレビ、うん、俺がいな、あのディレクターが意外と俺を指名してくれたんだよ、8割ぐらい、はい、だから土曜日2回か、はい、日曜日1回、はい、簡単に土曜日1回か日曜日3本、うわ、それで一番きついの、この話でいいの、あ、いいですよ、もっとこの話があったんじゃない。いやいやいや、もうじゃあ、そうそう、はい、そうすると、あれは普通だとさ、
他でロケしてそのまま届けるのが多いじゃない、はい、ロケしたやつをみんなで見るってのはきつい。うわっ、ロケ撮ってきたやつをほら、たけしさんとか松川さん、あ、そうだ、見るね、見るのよ、現場で。 あ、もしね、面白くなかったらみんな笑わないもんね。笑わないでしょ。どうもさすが俺じゃない、9割5分はほとんど笑わせてた。そう、すごかったもん高田さん、それがあったから。ほんで最初は高田さん 2,3 回ぐらいあのオープニングで笑わせて本編行こうと思ったんだけど、だんだんね、内容を短くなっちゃったんで、もう最初1回笑わせだけでいいですからそんですぐ中入りましょうって、もう余計なギャグはいらないからってで、まあとりあえず何か一つ食いつくものをやっといてから本編って変わってきた。すごいな、まあ、そういう意味だね。だからその一応ゴールデンだから、うん、そうですよ、頑張ろうって気になる。視聴率良かったしね。初めてですよ僕は、そのまあなんとか全国的に少しは。あれですか。あれですよ、で他に全国的なものやってなかった。そうか、まあその前に笑ってやってる場合とかやったから、それは一部分のそうです、ね、グループとして、ね、そうですね、やってたから、そういう意味ではちょっと入れ込んでたっていうかさ、もう少しぐらいあの肺炎や痔でも出てくるしこの間長嶋一茂君に会ったんですよ、はいはいはい、そしたら一茂君がね、うん、高田さん元気だよなってこの間会ったんだけど10秒に1回下ネタ言ってたんです今日はだから3秒に1回入れようかなと思って俺もパワーがいいからテーブル持ち上げちゃうからもうね、くだらないですよね高田さんのどうもこんにちはブラッドピュットですってわけわかんない。あれはね、もう俺だけ喜んでる、まあ、他の人は何と言おうがね、とにかく自分だけ気持ちよくだって人と話す、自分のためだけでやってる、まあ、元気な話ばっかしこだわるわけじゃないけど、一度沖縄のロケで、あの15人ぐらいいる、あの人にあのプールサイドで、あのそれぞれ聞くなよ、ええ、でこっちもだあの、まあ、短パン履いて、ええ、まあ、その頃バーミューだって言ってたけど、ええ、で時間がある前にちょっとお酒飲ませてもらって、ええ、そのスタッフがあれとあれとあれって3人ぐらいは面白いのがいますから、はい、言うわけよ、うん、で、まあ、じゃあその人のとこ行ってあれしたら、またそいつら3人が面白くないんだよ、あどうしよう、しょうがね、残りの11人か2人も、うん、全部話聞かなくちゃいけないから、そうやったら途中で、ね、やっぱあのビール飲んでのいけなかったのかな、おしっこしたくなっちゃった、はい、あと12人ロケしなくちゃ、と思ってしょうがないからね、おしっこしながらずっとあのインタビューしてたんで、そしたらバーミューダがオレンジだから黒くなってくるで、俺もその時はなかなかうまいインタビューできなかったから、これからもね、おしっこしながらもいいインタビューができるように訓練しようかなと思ってそれカットになったんですか。どこ バレなかった。でも俺のバタはアップしなかった。あ、しなかったんだ。ちょっとカットでやっぱちょっとこの辺が色が濃くなってるのは見えたけどひどいな。いやだからもう本当に、ただやっぱ予定外のことって起こるね、はい、3人の人がつまんなかったり、はいはいはい、よく例えば大人数の浅草雷なんでもいいじゃない、はい、ロケしようといきなりだったり、はい、おっとディレクターの人はさ、じゃあ高田さん面白い人がいたら行きましょうって言うんだけど、はい、いくらたくさんいる中でも面白い人なんて分かんないのよ。もうね、少ないですよね。少ない、はい、ほんであまり面白そうな人はちょっと危ないっすなだからしょうがないからかなりね総当たり的になっちゃう。ああ、その総当たりで例えば10人いっても、ええ、まあ使えそうな面白いこと言うの1人だな。そうですね、2人いりゃ、うん、もういいことだよ ね。高田さんはね、もう本当にね、裏表なくてさんまさんと同じ全部表でね、うん、例えばゴルフ場行くでしょ、一般人の人にもすごいですよね。高田さん飛ぶの、うん、300ヤードぐらいかな、うん、2打でとか言うんですよ。そうしないと、次への話がステップしないじゃないだってすれ違うだけの人です。そう、とにかく何があるか分かんないしでもその人たちがね、うん、何言うか分かんないから、ね、そう、高田純次面白かったねってただに一度ね、千葉の行ったの成果物会だったの、うん、おばちゃんが話した時、あんた高田さん、高田さんは死ぬまで長生きするよって言われた時、あ、いいよ、すごいいいこと言うな、いいフレーズですね、まあ、それだから時々使わせてるもんね芸能人顔割れてる人大変でしょ。そうそう、だから僕ね、あの普通のトーンで来たからね、普通に返したんですよ。あの宮古島でね、空港で、うんうん、家族で行ってたんですよ、周りがちっちゃい時に、うん、空港に、まあ一般の人が、関根さん、家族旅行ですかって言うから、はいはい、あ、そうなんですよ、家族で来てるんですよ、で宮古島はいいところですよね、もう空港出たらもうすぐね、あのホテルがあって、もうよく来てるんですよって言ったら、普段面白くないんですよねいやちょっと待ってよだって普通に話しかけてんのに、はいはい宮古島に
アイベーンとか。いや、そんなことやったら頭おかしいじゃないですか。おかしいよ。そう。やんないよな。でも関根さんなんかそういう持ちネタみんなが知ってるから、あ、やってもいいか、それは、うん、やっぱ望むんだよ、うん、あ、どうしたって、あ、だからね、少しテンション高くしてるんですよ。だから家族ですか、ああ、そうなんですよ、家族で来てるんですよぐらいにして、そうだ、あ、そう、テンション少し高めにしないと皆さんがっかりするから、うん、それはね、ありだな、うん、例えば、うん、あの渡哲也さんだったら、うん、こう普通にしてても、あ、渡哲さんだ、かっこよかったじゃないですか、で僕らがこんなことやってると、あいつさ、普段暗いんだよなとかって言われちゃうじゃないですか、体調悪いんですか、そう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 、だからそれをね、やっぱり気をつけるようにしてますよ。そうそうね、だから常に顔も緩くしてね、はい、うん、だから俺なんかもね、普通に本当は俺の心の中では真面目さしかほとんどないんだけど真面目さが1キロまで入ってるんだけど普通の顔してると、高田さん調子悪いんですかと、ああ、そうなんですよね、別に調子は悪くないんだけど、ええ、俺だって普通の顔してる時あるからほとんどが普通の顔ですよね、ね、そうよ、76年になりましたよ、76のうちね、50年は普通の顔だよあのね、浅岡瑠璃子さん素晴らしいんですって、あのね、小堺君はね、浅岡瑠璃子さんに誘われてね、うん、あのタクシーで お食事行った時にね、タクシー乗るでしょ、うん、運転手さん、こんにちは、浅岡瑠璃子でございますって、最初に名乗るんですって。あ、いいね、はあ、これからちょっとそれやってみるか、それいいじゃないですか、ただ言った時、高田純次でございますって言ったら誰なんてやつそれよ、終わっちゃうよね、だからあれですよね、ジェネレーションギャップがあるから、あ、そうなの、僕ね、この間ゴルフ場行ったらね、うん、高校生と中学生が体験で、お仕事、食堂でやってるレストランで、関根さん顔出してくださいよって言うから、いいですよって言って、で高校生がいるところに、うん、行ったんだ、バーって言って、どうも高校生、ああ、どうも、どうも関根さん、どうも、いや、頑張ってくださいよって、すいません、中学生ちょっと知名度どうかでやっぱいろいろ考えちゃう、中学生のとこ行ったんですよ、うん、やっぱりリアクション薄かったですね、いや、中学生はね、見てないですよ、あんまり、そんなことねえと思う、だって天下の関根ね、いやいやいや、スムダムの絶対テレビ見ないし今の子、じゃあそれ言ったらさ、俺なんか3年ぐらい前から新幹線乗ってて、でなんか俺のこと気が付いたやつがいてね、連結器のところでなんかこのスケッチブックのものに来ようかどうしようか、連結器が近くに座ってたから、チラッチラッて見ながらさ、来てどうしよう、まあ書いてあげようかなとかさ、なんかいろいろ考えるとね、もういかにも来そうな感じだけど来なかったの、で名古屋、ほんで、はい、着くまで、はい、ほんで名古屋着いて立ちました、そいつがパッて来て、こことと分かり、うん、稲川淳二さんですかってバカ野郎その時は腰抜かしそうになってあ、そうか、ちょっと似てるかな、目が二重で可愛い目が同じ淳二で、あ、そうか、その時にでも高田さんだって分かってて名前を間違えたんじゃないですか、稲川淳二で、多分、いやー、そんなことないな、稲川さんだと思ったんじゃない、そうですか、うん、じゃあよく分かんないけど、なんとか神社、稲川神社だろうかなと思う、その時に、ええ、そうですって言って、ええ、稲川神社って書くほどのね、広い心を持ってたらね、よかったなと思って、ああ、どう思います、そういう時、いや、でも、書いちゃったら逆にかわいそうじゃないですか、書かないよりも、そして、いろいろ査定したら、違う人、高あれ稲川淳二じゃない、偽物からもらったよって言われちゃう、でも違いますって言っちゃったんだから、その人は何も残んないから、そうですね、あ、だから いつもありがとうねって、だからその時、いや、ごめんね、高田淳二ですって言われた、それ言うとなんかなんとなく向こうもあれだから、そんだったらさ、あの怖い話で、こういう話で僕できて、こういう情報で書いてあげればよかったな、ただ稲っていう字がちょっと難しそうだから書くの稲川さんの順も違うんだよね、俺の順じゃないんだよ、ああ、そうですよ、そうそうそう、コンピラ様をね、うん、あの僕と小堺君で行ったんですよ、うん、そしたら小堺君のことポンポンって手たたいて、ケンちゃんでしょっつって、宮脇ケンちゃんだと思われて小堺君もうめんどくさいから、はい、偉いね、体操ですって言ってました、それしなくちゃいけないんだから、俺もね、だからこれから先高田光吉って言われた時もそうだし間違えられないですよ、で高田文雄と間違えられた時もそうだし、稲川淳二と間違えられた、あと高田信彦、あ、高田信彦ね高田信彦と間違えられる、間違えないでしょあまりにも見た目違うから
だからその時はあそうですって言って、書いてあげようと思って、心広く持ってないとね、生きていかれないですよ。関根さんの他、関根純三ってのがいたけどね、はい、プロ野球選手で。あとはね、あの関口博さんに間違えられる名前は。ああそうですか、はい、あれは間違いなんないですか、関根真理さんですかそれは間違いない、性別が違う違うからね。いやだからあれも間違えられましたよ、僕キャディーさんがね、あら、あなたは北島三郎さんのせがれだよねって言うんですよ、僕のこと。僕が30代の時に、いや違いますよ、違いますよって。で、横にいるキャディーさんに、そうだよね、北島三郎のせがれだよねって。で、そのキャディーさんも、いや私わかんないですそうだよね、北島三郎のせがれだよねって言うから、僕ね、よく考えてみたんですよ。なんで僕とね、一歳違いで南豊和さんがいるんですよ。はいはいはい、はい、でちょっと似てるんですよ、明るくて。だから、あ、南春夫さんと北島さん間違えた、ね、だからダブルでダブルで間違えたそうありえるかも。そうなんですよ、ありえるかも、ええ、そうね、南春夫さんと北島さん、雰囲気はね、大御所だからなるほどね。そうだから多分、まあそういう名前は聞いてて、テレビで見てても本人と会うことあんまりないから、はい、そういう街がおかしいね。あのこの新幹線、はい、この間っつって、ごめんね、はい、2年か3年、はい、4年ぐらい古い話、はい、新幹線で、はい、浅尾美和ちゃんって名古屋で一緒に仕事してた、はい、その浅尾美和ちゃんが結婚するんで、はい、で披露宴を名古屋でやると、はい、でじゃあ僕たちも行くっつって、はい、名古屋で行って新幹線に乗ってたら、トイレ行くのか清水健太郎さんが来たの。おーおー、悲しきレストラン、悲しき、悲しきで、ここでおなぎ、そう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 、涙拭くハンカチもあるしと。会ったことはないの。会ったことない、会ったことないけど、清水健太郎さんって分かったから、ちょっと目でこういうのやって、はい、向こうもちょっとこんな歌って言って、はい、でそのまま名古屋で降りて、浅尾美和さん の披露宴会場行って、はい、まあなんとなく挨拶してくれとかって、はい、テーブルとかって配置かなんか見てさ、はい、一番手前のあれに清水健太郎さんっていたんですね。いた、はい、だからあ、それで、ね、あの、ちょうど新幹線で会うんだ、はい、清水健太郎さんが若いけど、はい、清水さんよりは後輩だから、ああ仕事の的に、仕事的に、仕事的にはね。なんかもうさっき歌詞で売れてた、そうです、売れてましたよね、うん、ちょっと軽く挨拶でもしようかなって、ね、あれ清水健太郎じゃないのよ。え、同姓同名の人そんなことある。すれ違ったのは本人なの。本人なの。あ、だけど結婚式場には来てたのは同姓同名の清水健太郎。うわ、そんなことある。挨拶行ったら向こうはどうしたんですか。違うんだから挨拶しないであんなことあるんだな。それはびっくりしますね。その前に会ってるからね。清水健太郎さん会ったらそれ初めてだよ、はい、こういう世界にいて、でその行く日に新幹線の中でな、会って同じ名前がいれば誰だって絶対行ったと思うから、はいはいはい、出会いじゃないけど人生の偶然っていろいろあるね。でも元気ですね。あのね、70オーバーで一番元気じゃないですか。いや、そんなことない。高田さん、あの俺大型のなんだけど、はい、あ朝まあ2リッターぐらい大型の血を飲んでるのが元気になるかもわかんないなだってタモリさんは今年8、今年8、今年8です。僕が8つ上ですから、高田さん7つ上だから、タモリさんも元気だよ。タモリさんもでもね、いや高田さんの方が喋りはもう全然早いし元気、声も。いやでもね、言葉が出てこない。あ、人の名前とかね、それからこの思い、だからね、ジジイは人に聞いちゃダメなんだよ。よくほら、あ、最近知ったから検索とかやるじゃない、あれしちゃダメなの。思い出すまで頑張る、頑張る。あ、そうしないと、どんどん忘れてくるって。女の子なんかもだからもう76だから、何人かも付き合って、今までずっと数えて1000人まで付き合ったの覚えてたんだけど数えても分かんないから、もうマスクしてるでしょ、はい、だからしょうがないからちょっと分かんないからマスク外してちょっと口吸わしてくれるとかって言って、吸えば分かるかも分かんない名指しのコンペさんはね、うん、高田さんが思わずかっこいいと思った芸能人を教えてください、うん、ちなみに私は柳生博さんがかっこよかったです。柳生博さんはシビアだよね。俺ね、今だからね、もう辞めちゃったけど、あの TOKIO の長瀬くん、うん、背は高いし、長瀬くんかっこいいですよ。芸能界で本当にね、1位ぐらいのイケメンだね。あ、かっこよかったですね、うん、やっぱあとかっこいいのはね、あの名前ちょっと分かれたんだけど、最初の芸名がね、ラビット関根って名前だったの、ね、僕はね、舘ひろしさんかっこいいなと思って。舘さんって名古屋でお兄さん弟さんが何やってると思う。お医者さんですよ。お医者さんで白衣着て、そうです、あのかっこいいあのかっこいいね。だって実家が全部お医者さんです。あ、親戚も。だから舘ひろしさんの、あの反対の究極にいるのが猫ひろしさんね、はい、患者さんに、ね、白衣着て舘ですなんて言われたらさ、そうですよ。
水虫で来たのが、いやちょっとお腹が痛いなって違う病名言っちゃうよね、自分が適当すぎて困ったことありますかって。それがね、俺言われるんだけど、俺自身はね適当だとは思ってないから。今作さん本を出してる東大の和田秀樹さん、あの人との対談があって、まあいろいろ本初めて出させてもらったんで、もうすぐ頭のいい人で、じゃあタイトルはどうしようかっていう時に、スタッフの人がじゃあ適当論っていうのにしましょう、で適当っていうのは本当はね、うまくこうパズルが入るとかぴったりするって言葉なんだけど、どっか慎重に、ちょっとね適当だねって、ちょっと間違えられて伝わってますよね。そうなん、でこれが適切男だとつまんないじゃん、あの人は適切男だと、なんか帰ってね、適当だと針がぶれるからいいんですよで、そうに言われちゃうと適当って言葉が先歩いちゃうと、なんか俺がね適当にしなくちゃいけないのかなと思う、例えばトイレ行って大きな方をしちゃって水流さないでいいとかさコンビニで週刊誌そのまま見たまま外に出ちゃうからさ女の子なんかも唇どのくらい吸っていいか分かんない本当は舌を吸うんだけどね唇吸ってたら唇が止まっちゃうって、舌をバーッと思い痛いってまで吸うのか、その辺りが分かんない。あのおっぱいもむにしても、指であの乳首を挟んだ方がいいのかなとかいろいろ考えちゃうじゃない、指で揉む時に乳首を挟むとちょっと適当じゃないみたいな、なんか狙ってるみたいな、こういう時はチラチラチラってやるぐらいな感じでほんでグイ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 、じゃあやっぱり多少意識はしてるんですね。意識はして適当っていうことが歩き始めた時に、どう最初はね、自分の中にね、中にどうすれば適当なのかなって当時は思ってた。今はもう全然さ、別にも普通にあの新幹線乗ったらチケット代払うし普通にね普通にやってるからただ会話が適当なんですよね。まあ会話が、会話がっていうか逆がいっぱい入るんですよね。まあ今までそんなにポイントをついた話ってしなかったからねだから適当が歩きすぎちゃうと困るつもあるよね。だからさ、高田さんちょっとこの辺で適当なこと言って笑わせてくださいって言ったって、そんなに俺ネタないから、アングラ劇団だから、ネタがないのよ、だから面白い話を 2,3 言ってくださいって言ったってないから、で前あの、劇団でやってるそのいろいろなシーンの中で面白いのがあったから、じゃあこれ面白かったからその話をしたって言ったら、聞いてるやつ前後が分かんないからほとんど笑わないんだだから例えば関根さんだってこの間聞いたらね200ぐらい持ってるなんて言ってたじゃない。何がですか。関根さんじゃなかったらごめんなさい、他の人だったなあるでしょ、ある程度のこういうの、その僕はモノマネがあるから、そうモノマネがある人はいいんだよ、逃げられるんですよね、そういうあれがないから、しょうがないからケツ出したり前出したりするんですよこれやっときゃ誰かは驚いたり笑ったりするんだろうかなって言ってロケなんかでも、そうかこれネタあればそのネタ言いますよ、自分の、公演行っても何話していいのか分かんない、来ないからいいんだけど純散歩でハプニングでは困ったエピソード、あのやっぱりそ意外と面白くない人が続いちゃったとか。そうなの、それがね、で大体ねあのうちらがやるのが8時過ぎじゃない、ロケ行くのが、そうすると、若い女子高生や女子大生もいないでしょ、8時朝ですもんね、世の中にほとんど高齢者のおじいちゃんとかおばあちゃんしかいないじゃん、街行く人と話すっていうのが基本だから、おばあちゃんは今そのどこのスーパーが安いとか、意外とね生活感あること言ってくれると、そうですか、じいさんはとにかく新聞とばっかし、だからもっとビッビ来てんのかとかさあの午前中の番組だからじじい全部買ったの全部買ったよっぽど面白いじいさんじゃないかい。で、あとは僕もね、あのマリと一緒にね、あの、第一村人で関西の方行ったんですけども、そのブドウ畑をやってるおじいちゃんがいたんですよ。でもやっぱり80過ぎてると面白いですね、同じことを何回も言うんですよ。それが面白くてね、俺は500万かけてあそこに小屋を作って、あと500万かけたんだよって、でまたブドウの話して、でもわざとあの子はかっこいいですね、500万6回ぐらい言わせて、大体もう最高なんですよ繰り返しの面白さあるから ね繰り返し自慢させると最高、面白いんだよおだてるとどんどん言うからそうそうもう気持ちよくなっちゃってそれはいいって思いついたな、じゃああれだ、純散歩ナイトバージョンで夜やってほしいね、それがね一度 BS でやったのよ、あれね夜でほらみんな酒飲んでるんですよ、うちらは
カメラさ背負っていくから、はい、どのくらい飲んでいいか分かんない。ああ完全にベロベロになって、ええ、忘れちゃうわけにもいかないってどっか頭の中にあるじゃん。だから意外とね夜ね飲みながらのってのは難しいね。あそうですか。だからあの飲む仕事やってる人いるじゃないですか。あいますね。あの BS の T そう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 ハンチングかぶってハンチングかぶってそうそうそう、ああいう人は大変だなと思って、カメラあんの分かるわけじゃない、多分毎回ベロベロにさ、ろくでもないことばっかり知れないじゃない、そのあたりが難しいねって。ごめんね真面目な話。いやいやいや、いいな本当に、今目がね高田もういかないにやめるよってしてないですよだから飲みながらの仕事って難しいね。難しいですか。酔っちゃいけないという気持ちが変に悪いでしょ。あ変なことを言っちゃった下ネタでまた相手が気分よくあしょっちゅうはなんない。あこの間のクラブの女の子に「あなた高田さんあのこれ私の名刺です」って言って名刺くれたから「じゃあ僕の精子を」って言ったらね嫌な顔されたよ普通だったらね、そう気の利いたお題、あ、いただきますなんて、クラブだったらね、クラブだあ、いただきますなんて言うんだけどさ、一般の人だったら嫌な顔するけど、クラブだから、ね、だからそのくらいさ、そのくらい返さないと、返すよ、いただきます、どのくらい出るのか知らんぐらいそうそう言ってくんないと、そう、それと俺だって、いや、今日は5リッターぐらい出るかなって、返すんだけど、そうですよね、こう、食べちゃって、ここでいっちゃうから、あ、そうか、それはプロじゃないな、プロじゃない、ね、プロじゃない、ねえ、だから最近、それ言うのもね、ちょっと臆病になっちゃって。あらやめてくださいよ、ね、ちゃんとやってくださいよ。ちゃんと言わないとまあしょうがないよね。だから高田さんはもういろいろ話しかけられてきて驚いたことってないですか、うん、なんかこういきなりおっジュンちゃんとかなんか同級生みたいな顔で言ってくる人いません。僕ね、うん、おー関根くんって言われたんですよ。だから、うわちょっと待ってくれ、小学校かな中学校かなって分かんないよね、高校かなって言ってどこで一緒でした。いやどこも一緒じゃないよ同級生の喋り方で来るんですよ。多いよ。あ多いですか。だって、いやじいちゃんじいちゃんって言うからてっきり知ってるからまた全然違うの多いんだよ。じゅんちゃんじゅんちゃん言いやすいから。ああ一番嫌なのはさ、向こうの人が手振ってるから、ああってこんなことやったら俺じゃなくて隣のやつだったんだタモリさんが博多歩いてたら、って羽交い締めしてタモリって言うんですって。でどなたですか先輩たいって言って、えどこの先輩ですか博多の先輩たい困ったっつって困っちゃう酔ってっからあ向こうは酒入ってんじゃん。気持ちがいいからね。そりゃあまあしょうがないでも我々はしょうがない、そういう運命だから。そうですよね。高田さん最初は劇団からですよね。完全に俺は違うよ、劇団若くしゃだよ若くしゃもう一個なんか子供の劇団なかった？いろは。いろは劇団いろは。いろは。田原さんあの作品の中でこの監督面白かったなとかこの人不思議な監督だったなって言います？だって俺映画そんなにやったことない。やってないですか？でもドラマ出てたじゃないですか。なんか松竹にね山根なんとかさんってね、はい、早撮りのいましたね。山田さん、聞いたことある、うん、そうそう、ほんで少しぐらいマイクが見えたあーマイクが見えたから絶対一度じゃあどうぞ、オッケーそう、いましたいました。時間をね、短縮してやるときは皆さんその山根監督に頼むんだってあーこれすごい人がいるなっていうね、僕村川監督はね一緒に仕事したんですけどね、あの人ね、怒り方が独特なんですよ。いやそうだね。で、下手な人がいるでしょ、そうすると、あーどこで習ってきた劇団いろはかって言うんですよ。必ずすっげえねその劇団上がりの、ね、芝居が嫌みたいで。ああでもね村川監督はかなりねビシッと言うんで、特に女優には厳しいけど、初めての、はい、そのセリフは先分かってて言ってるよなとか、まあ何癖つけようとかいくらでもつけられるんだよねとかね、はい、でバシャバシャ言ったらその女優がその次のシーンでカラッとカラッていい芝居してる。お一言目でもおすごい長ゼリフなんだけど、うまいのがやっぱいるよね。俺なんかも3行以上今覚えられないから本当覚えられないですよね。セリフ作らないでくれって他いますか監督、面白い人はいりゃいいんだけどね、すごいね。意外と監督は知らないんだな。あそうですか。俳優さんも知らないけどねあと女優さんで面倒くさかった人とかいません？女優あのなんか自分のタイムを取る人いるじゃないですか、1時間ぐらい出てこない人。俺あんまり女優とかそんなねえんだよな。ないですか？どういうわけか。あ女優でも今まで綺麗な人ってほとんど記憶ねえからな
テレビドラマでもいいの？あ、そうです、もちろんもちろん。テレビドラマで昔あの久世照彦さん、あ、久世さん、 TBS の、 TBS の、はい、で僕が時間ですよの人、そうそう、はいはい、ある女優さんとラブシーンがあったんだけど、はい、なんか胸ぐらいはもしあれだったら、まあ、見せても見せてほしいみたいなこと言ってたんだけど、はい、嫌だってさ、はい、脱ぐ脱がないって話した時、久世照彦が、あ、順次、じゃあお前ちょっと布団の中で全裸でいいから待ってろって言うのよ、全裸でいいから待ってろって言われてでも偉いから久世照彦さん、そうですよ、その前に、まあ、昔 A カップ C カップっていうので一緒に世話になったから、はいはい、しょうがない全裸で待ってたんだけど、なかなかさ、はい、相手の人が、はい、うんしなかった、あで結局あのガムテープ貼って、ええ、ガムテープの後軽くこすってるようなそんな形しか できなかったんだけど、ええ、はい、その時の久世照彦さんってのは一人一人が最高級の ものをなんか持ってきたいの、例えば軽くあの音声を出すだけでも音声で有名な人みたいな、あちょっとした芝居でも、うん、エキスパートみたいのをいろいろ使っていく人だったから、ええ、まあ、脱いでくれればよかったんだろうけどね、ええ、その人はね、ええ、あんなところで別にパンツに全裸で待ってたって別に興奮して、ね、勃起するわけじゃねえんだからさ、はい、あまり関係ねえとは思ったんだけど、それほど言えない、はい、あのそれほどの、男だったってことでごめんね話がそんな演出する人もいたんだ。演出家はねちょっと言ってるのが多いよな。あすごい、だからやっぱ我々は監督に対しては言えないじゃない。あそうですよね、周りの人が言ってくれればいいんだけど、このところはちょっとなかなか言えないからさ、はい、難しいところなんだよね、はい、映画もやってるんでしょ。映画撮りました最近。いや9年前。あそう、はい、なんていうの。騒音っていうんですよ、地下鉄の工事がうるさい、騒音がうるさいのがあって、うん、地底人が出てきて、うん、その地底人と戦う親父たちっていうのが、うん、温水さんと村松俊文さんと、うん、坂井俊也さんっていう、ものすごい面白い親友だね。そうです、親友の人たちだね。 それに飯尾和樹と岩井ジョニオの5人で戦うっていう、あ撮ったんですよ。人選はいいけどストーリーがどうかな。そうなんですよストーリーが全然面白くない、全然びっくりしましたよ当たんなくて映画って厳しいなと思いましたでもその人たちを使えばなんかさ腕がある人、腕がある人って言うけどおかしいけど、相当面白いの作れそうだけどね。いやこれはね難しかった。そんだけ揃うのも珍しいから、ね、だからその3人が OK してくれるかどうかまずオファーが大変だったんですけど、そうだよね、2人 OK してくれたんですよ。あやっぱ出たいと思ったんだね。っていうかあの3人そんなに共演したことないらしいんです、3人では。ああそうなの。村松さんと温水さんとか酒井さんと温水さんはあったらしいんだけど、うん、この3人が一緒っていうのはなかったらしいんですよ。あだからそれ意外と合わないもんなんだよね、だから一人でいいんですよね映画に。それああ大体それはそうか。そう僕3人集めちゃったから。あららら監督も監督やったんです。すごいよ監督やったの。はい、役者では出ないの。あのワンカット出ました。あヒッチコックみたいじゃない。そう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 僕は本当に出たくなかったんですよ、もう余裕なかったんですよ監督やってるから。そうところが作家がいやちょっと出なきゃダメですよって言われて医者のシーンで出ました。いやそれは素晴らしい。監督なんて俺できるんだったらまだ俳優の方がいいな。で医者そうなんかねそれも品種買ったのは、その医者の話題をしてんだけど、その医者はこの県内では3本の指に入る医者ですかっていうさ、はい、セリフをあのその医者はあの県内で3本の指が入る医者ですかって言ったんですかそしたら言ったらいい加減にしろよって言われて1日違うだけでどんだけ違うんだってだから、おかしなもんだよね、変に何でもあのアドリブを嫌う人もいる。あ、いますよね。そのいる監督によってはそう作家のもう一言一句変えないでくれる。あ、いますね。だから人によってはさあのこうポケットに手を入れるなって人がまずいる。あ手ってほらあやりようがないじゃん。そうなんですよ。でポケットに手入れるとね形になるのよ。そうだ。でそれは手を入れるなってまず簡単。手どこ行ってよ、これボラボラっとするでしょ。これ今度踊ってもいけねえしさ、意外と手の位置はね難しいんです。難しいんですよ。だから組むとかこれするって、はい、ポケット入れると楽だから、はい、今最近はないけどタバコはダメだって。あタバコ吸ってるとなんか持つんですよ。持つ、はい、に逃げ場になる。はいはい。でそれもダメだっていうね、監督がいたよ。だからねでギャンもそんな言わないでしょ、そうするとかなりね俺なんかただ立ったままになっちゃうからあ助け放題な似たようなこと言ったらいいよって監督もいるし、これなかなか難しいよね難しい。監督によってもいろいろあるからね、だからまあ俳優さんだと自分の役にこう
追い込んでいく人もいるしさ、いろんなタイプいるからね、うん、まあ俺は追い込む、いや、あのタイプじゃないっていうのはもう重々分かってるんですよそうか、監督やってたか。一回やったんですよこれ。監督は大変そうだよな。大変、監督は全部見なきゃいけない。そうなんですよ。でもやっぱりね、温水さんとかね、酒井さんとかね、村松さんね、今までは見てるだけだったんですね、あの好きで、うん、ところが監督になると責任があるじゃないですか。そのちょっと違う目で見るよ、ね、そう、画面でで、グーッと見てたら、ね、本当にうまいのね。だから、だから生きてきたんだなと思って、あんな長く。すごい、めちゃくちゃにうまいですね。まあ芝居うまい人いるからな。俺も芝居は自分でうまいと思ってるんだけど、セリフが覚えられないからなあれ不思議ですよね僕ね、コントは覚えられるんですよ、動きながら稽古すると。ところがね、台本もらうとね、全然覚えられないんですよ。まあ嘘言うからね。あ、芝居は、あ、警察の、警察に返してる言葉なんか全然覚えられないね。はいはい、全部が全部嘘だから、嘘を本気っぽくやるわけじゃない。はい、あの死んでる芝居なんて、その本当に死んでるわけじゃないじゃない。はいはい、だから僕なんかもあのほら、戸塚さんの高橋さんなんかでやったの、はい、あれも必ず列車使って、人が死ぬじゃない、はい、ストーリーは、ええ、これ列車使ってそのままだったらただの観光旅行になっちゃう。そうそうで、現実的に死ぬシーンにあったわけでもないじゃん、はい、そんな死体も見たことないから、はい、で結局は嘘を、はい、驚きもさ、はい、やるんだけど、それがどんだけリアルにできるかっていうのも難しいところあるよね。列車のね、高橋英樹さんなんかやるときでも殺人もなくいろんなところに行ったら楽しいなと思ってそれだと見ないんですよね。見ないよ、見ないんです。殺人、人を殺さないと見ないんだよね。そうなんですよ、弱っちゃうよね、この間僕が NHK にね、あの、うん、朝ドラ出たい出たいって言ってたらね、うん、夏空のあのすずちゃんの婚約者のお父さんの役で1話だけ出たんですよ。いいね、そんな話俺なんか何にも来ないよ。で、うん、一緒に食事するシーン で、うん、で僕は考古学者なんですね。お、考古学と歴史学の違いをこのすずちゃんに永遠喋るんですよ、飯食いながら。変なお父さんっていう役だったんですよ、うん、でも考古学 あの言葉とか専門用語覚えられない。もう1週間かけてやっと覚えて、パッと OK ですってやったっつって、オンエア楽しみに来たら、すずちゃんのナレーションにかぶってて、うん、俺の声ほとんど聞こえない自分で真面目にやってるシーンを全部ナレーションでさ、そう、ごまかされちゃうときもあるからね。そうなんだよ、厳しいなと思った。演出こと編集に携わらないから我々はね、うちなんかもほとんどロケ多いから、必ず生じゃないから編集あるじゃない、はい、うちらの好みのギャグと編集する人のあれが違うから。そうですよね、あ、いらないなって、これはってあるからね、はい、きついところがあるよね。時々会うディレクターも、あ、これ使ってくれたのか、会うディレクターもいるけど、あとはほとんどお任せだから。そうですよね、あれ自分でやりたいですね。自分でそう、自分でやって、高橋さんのセリフ全部なくして自分で視聴者から文句高橋さん出てるだけで喋ってないけど、なんだっつってだからそうもいかねえからな。そうなんですよねだからロケのやつなんかは自分でやりたいですよね、あの面白く、そうそう、面白くやったやつなんか、やったやつなんかね、そうそう、そこはある、そう、これだけは使ってほしいっていうね。そうそうそう、うん、それが切られてるとがっかりしますよね。だよな、あれ渾身のギャグがなくなってるわって言ってだ、難しいよね、我々はしょうがない、そういうところじゃ商品だから、同じ商品が文句つけられないじゃない。そうなんですよ、だからまあ、確かに戸塚も高橋さんのセリフが全部なかったら全然いいのストーリーが分かんなかったいやもう十分喋っていただいて、もう最高でしたよ。まあ、このとこでもね、関根さんのとこカットして俺だけでいいじゃん。私の本、関根勤の嫌われない法則、2月21日発売でございます。いかに人と付き合うときにうまくこうね、人と付き合っていくっていう、嫌われないっていうかね、好かれる、これいろんな人に読んでいただきたいなと思います。よろしくお願いします。